199ページの、結晶構造、単位構造のある光子というところにですね、話を、していこうかと思います。で、まあ、最初軽く 2,3 行読んでみますと、実際の、結晶は、その骨組みとなるブラベー光子と、基本単位光子内に、原子や分子やイオンがどのように配置されているかによって表されていると、まあ、いうふうに書いてありますね。で、ブラベー光子の定義は、先週、紹介したんですけれども、R ベクトルで定義してましたっけ？ラージ R でしたっけ？ブラベー光子って。この本では、ラージ R か。ラージ R っていうのが、N1AH たす N2A2 たす N3A3 で表すことができると。で、N1、N2、N3 っていうのが、整数で、で、AH、A2、A3 っていうのが、基本ベクトルとなる、3次元空間なので、基本ベクトルが3つありますよ。話でした。R もベクトルだから、拘縮体で書きます。で、まあ、これが、まあ、基本となるんですけれども、今日の、話は、まあ、いろんな、結晶構造を、まあ、例を紹介しましょうっていうような主題になってると思うんですよね。で、100ページ以降に、いくつか の、 結晶構造の例が、書いてあります。で、まあ、文章がいろいろ100ページにはいろいろ書いてありますけど、まあ、イメージ図で、まあ、紹介すると、例えば、図の 4.17、ハチの巣格子っていうのが、まあ、紹介されてますけど、例えばこのハチの巣の、六角形の一個一個に、まあ、格子点があったとすると。で、この格子点一個一個は、ブラベー格子で表すことができないと、まあ、いうふうな話を先週したと思うんですよね。まあ、なぜかというと、まあ、このハチの巣格子は二次元、空間に、あるので二次元格子なんですよね。まあ、なので、基本ベクトル2つで、まあ、表現、するんですけど、すべての格子点を、ここの、2本の、ベクトルの線形結合で表すことができないと、まあ、いうことがあるんです。まあ、でも、その実際にこういう六角形の格子っていうのは、存在してて、で、それを表現する方法っていうのが実はあるんですよね。まあ、どうするかというと、この蜂の巣の六角形の、まあ、原子の2個のペアをこう作るんです。そうすると、2個のペアも、まあ、周期的に並んでると考えるわけです。この2個のペアを周期的に並んでると考えて、で、例えばこの2個のペアの、基準を例えば左下に定めるとすると。で、左下に定めて、ここ基準で、単位ベクトルを例えば作ってやるわけですね。例えば、こっち方向にこれを A1 ベクトルとして、で、こっち方向を A2 ベクトルとすると。そうすると、この左下の格子の点の集合体っていうのは、全部このブラベ格子のこの標識で書けるはずなんですよ。つまり延長線上に A1 の軸の方向に周期的にこう格子が並んでて、で、左上方向にも周期的に多分並んでるはずなんですね。マイナス方向もあるか。マイナス方向にもあって、こう周期的に並んでると。で、ここの、原子っていうのは、H 方向に1個進んで、A2 方向に1個進んだら、表現することができますよね。まあ、なので、
左下の原子の組はあのブラベー公式で表すことができると。で、もう一個のペアはその左下の組から、ちょっと動かしたところに存在しうるという感じで、ブラベー公式があの2つの原子を持っていると、まあ、いうふうに、考慮すれば、結晶の、光子点、原子がある光子点を表現できますよ、ということが言えるわけです。で、まあ、その話があのこの99ページの、話に、なるわけですね。で、もう一つあの本にはあの例を紹介してありますので、ちょっと挙げてみます。次に紹介しているのが、100ページの下の方ですかね。基本的でない慣用単位光子を選び出せば、まあ、いう書き出しで100ページ下の方に、文章がありますね。で続き読んでみますと、ブラベー光子を単位光子のある光子として記述することができる。BCC や FCC ブラベー光子の持つ、立方対象を強調するのに、このように記述することがたびたびある。つまり BCC や FCC ブラベー光子を各々、まあ書いてありまして、次に書いてある 4.7 式っていうのが、耐震立方光子 の、 あの表現方法なんです。まあ、ちょっと書き出してみますね。0と2分の A の X ハット足す Y ハット足す Z ハットというふうに、まあ、書いてありますけど、まあ、これはその、本アシュクラフトマーミンの本でいうところの 4.7 式なんですけど、これはその BCC を表現しようとして決めた座標なんですね。ちょっと図示してみますとですね、耐震立方光子っていうのは、立方体に、まあ、立方体1個だけだと、立方体の頂点に、配置されている原子で、まあ、単純立方光子っていうのを組むわけですよ。ちょっと絵が雑なんですけど、立方体だと思ってくださいね。単純立方光子はこういうふうに書くことができると。で耐震は、真ん中に、まあ、原子が存在するわけですね。まあ、ちょっと書き方がごちゃごちゃしてきましたけど、耐震立方光子の話です。耐震立方光子はボディセンターキュービックで BCC って表現するんですけど、耐震立方光子を2つの、光子点を、2つの光子点を持つ、単純立方光子の集合体って表すんです。すなわち、原点、ここ、まあ、例えば ここを原点としますかね。ここを原点として、で、この黒丸と白丸のペアをこう考えるんですね。つまり、ここの、ゼロベクトルっていうのが、4.7 式のゼロベクトルっていうのが、これに当たりますね。で、2分の AXYZ っていうのは、要は座標、XYZ 座標空間でいうところの、X に2分の A、Y 方向に2分の A、Z 方向に2分の A 進んだところなので、ここに相当します。でこの2つのペアが存在して、耐震立方光子を組んでいると、まあ、いうふうに考えると、すべての黒丸 と、白丸を、単純立方光子の、単純立方光子として、表現することができるわけです。まあ、すなわち、単純立方光子では、ブラベー光子がこういうふうに、まあ、書けますけど、A ベクトルが、A1 が、単純立方光子の場合は、A00 か。A2 が、
0A0 で A3 が00A で表現されますよね。これはその単純立方根シンプルキュービック、シンプルキュービックの表現方法なんですけど、まあ、この絵で言えば、このベクトルがこのベクトルが A1 で、いや絵がだんだんごちゃごちゃしてきますけど、そのこっちの奥行き方向が例えば A2 としますかね。で、縦方向を A3 とすると、この黒丸の格子点はこれで表すことができるんですね。で、白丸の格子点は、これ足すことのこいつで表現することができると。で、隣にあるこの、この結晶周期的にずっとその、つながっていると、連続的についていると、まあ、仮定するならば、黒丸の位置は全部これの線形結合でこう表すことができると。で、白丸も連続的につながっているんですけど、それはその黒丸の位置足すことのこれで表すことができますよというふうなことを紹介をしているわけです。で、まあ、同様な感じで、メイン新立方格子の表現の仕方が、4.8 式にありまして、4.8 式は、座標が、ベクトル、1ベクトルが4つありますよね。メイン芯の場合は、0と、2分の a かける x 足す y。2分の a かけるy たす z で z 方向が2分の a かける z たす x ハットというふうに書いてあるんですけど、これを図示するとこんな感じ、まあ、さっきと耐震と一緒、耐震の BCC と一緒に、同様で、メイン芯の FCC の場合はまず単純立方格子を作ってやって、シンプルキュービックをこう作ってやると。で、この頂点の格子点の位置が、頂点の格子点の位置が、このブラベー格子の形になってるわけですね。で、でもって例えばここを原点だとするならば、原点の格子点をこれで表してるわけですよ。原点をこれで表していると。で、2分の a かける xy っていうのは、例えばどうしようかな、その右方向 X 座標で奥行き方向 Y 座標とするならば、この地点はここに底面になりますかね。底面の位置になりますね。これがここで、なんかだんだん図がごちゃごちゃになりそうな予感ですけど、ここになると。で、2分の A かける Y 座標方向と Z 座標方向に2分の A だけ進むっていうのは、ここかな？こっち側の、左裏側の、格子点に対応する。で、次に、ZX 平面の、座標がこれに対応してて、これはその、まあ、手前方向にしますかね。ここの地点がここの座標に対応するということになります。すなわち、そのブラベー格子の単純立方格子の、単位ベクトルは一緒です。単位ベクトルはこれと一緒で、つまり、こっち側を例えば A1 ベクトルとして、で、奥行き方向を A2 ベクトルとして、
で、上方向を、例えば A3 ベクトルとしますかね。まあ、こういうふうに、まあ、してやりまして、こうすることによって、周期的に、その、並んでいる、結晶格子の頂点の位置は、このブラベック格子の形で表現できるわけです。で次に、その、この2、XY の、ところは、どこって言いましたっけ？ここか。この部分か。この部分が、ここって言いましたけど、ここの白い点も、周期的に、まあ、並んでるわけですから、縦横高さ方向に、これに対応する位置が、例えば上方向でいうと、ここになりますかね。ここの、この地点とこの地点っていうのは、等価な形になってて、すなわちそのこの座標を足すことの、ブラベー格子の R ベクトルを計算することによって、すべてのこの底面の、中心の格子点を表すことができるわけですね。まあ、同様に Y たす Z っていうのが、ここって言いましたっけ？で、Z たす X がこの正面って言いましたっけ？まあ、いう感じで、こことここも、この図ではちょっと絵がちょっとごちゃごちゃしてて、1個しか描いてないですけど、実はそのこの中心、その平面の上にある中心の点も、すべて周期的に並んでるわけなんですけど、その並んでる点を、これ足すことの、ここの基準となる座標を足すことのブラベー格子で、すべての点が表現できますよということが、まあ、わかるというわけですね。まあ、そういうことが、この100ページから101ページ付近のところには、書いてあります。ここまではいいですかね。まあ、もし質問などあれば、随時発言してもらってもコメントくださってもいいですけど、まあ、できる範囲で対応はします。で、次の話に行きますかね。まあ、今日はこういう感じで、いろんな結晶構造の紹介が、なされています。次に、まあ、書いてあるのが、セクションのタイトルで言うと、結晶構造と単位構造のある、格子の、重要な例と、まあ、いうことで、いくつか紹介されてるんですよね。101ページにあるダイヤモンド構造というのは、割と、いろんな例がある、結晶構造で、まあ、ダイヤモンドっていうのは炭素の、原子で構成されてるっていうのは、まあ、ご存知の方も多いと、まあ、思うんですけど、その炭素の結晶構造っていろいろあるんですよね。その蜂の巣のような形を取るような炭素があったり、あと免震構造も確かあったかな。で、まあ、代表的なのが、図の 4.18 にあるような、ダイヤモンド構造と言われているやつです。で、どういう構造なのかっていうのは、まあ、ちょっと絵で描くとはまりそうなので、本の101ページを見ながら、考えてみてほしいんですけど、特徴としては、基本はその免震立方格子の構造なんです。で、図の 4.18 ですね。101ページの。で、見てみると、黒丸が、免震立方格子の形取ってるの分かります？で、免震立方格子が基本になってまして、なおかつ、図を見てみると、白丸もありますよね。で、免震立方格子を、ほんのちょっとだけずらしたところにも原子がありますよというのが、ダイヤモンド構造の特徴なんです。なので、まあ、ちょっと絵を描くのは大変なんですけど、数式でちょっと表現するとですね、ダイヤモンド構造は単純立方格子からスタートして、格子点、0の位置にまず原子がある。で次に免震だから、2分の a かける x たす y のところに原子があると。
で、次に、2分の a 足す、あ、かける y 足す z の1に原子があると。で、次に、2分の a 足すことの z 足す x の1に原子があるというのが、まず名心立法公式。これが基準なんです。で、これ足すことの、ほんのちょっとずれたところ、まあ、具体的には、4分の1かけることの x 足す y 足す z のところにも原子があるというのが、まあ、特徴なんですね。で、これ足すことの、さらに、これ足すこれ、つまり、どう書けばいいかな。なんか、ちょっと、面倒くささを恐れずに書き下してやると、原点の1から4分の1だけずらした座標があって、これと同様に、それぞれの名神についても4分の1だけずらしたところに座標があるんですよ。まあ、だから書き下してやると、4分の 1x 足す y 足す z 足すことの2分の 1a 括弧の x 足す y。で、次に4分の 1xyz 足すことの2分の a 括弧 y 足す z。で、次に4分の 1足すことの2分の a 括弧の z 足す x という感じで、全部で8個座標がありますね。これで8個。つまり、8個の座標を足すことの、単純立方公式か。単純立方公式で、表現ができますよ、いうことが、まあ、定義されている。まあ、そう思って図の4点字を見ていただけると、まあ、やっていることがなんとなくわかるんじゃないかなと思います。で、その、だんだん結晶構造が複雑になってくると、またまた絵を描くのが大変になってくるんですよね。まあ、なので、実際研究で使うときは、こういう結晶構造を、作るような、まあ、ソフトウェアを使うことが割とあります。で、僕がよく使うのはベスタっていうソフトウェアで、あれはどういうふうな形になるか、なってるかっていうと、まずその、基準となる結晶構造を定義するんですよ。まあ、ここはダイヤモンド構造だと BCC か。BCC じゃない、シンプルキュービック、SC か。SC っていうのをまず定義すると。その SC の枠の中で、公式定数 A がどれぐらい、公式定数ってここの一辺の長さですよね。ここの一辺の長さを公式定数と、まあ、定義すると、ここの A っていうのがこれに対応するわけですよ。で、A の値を決めると。で、その次に、その枠組みの中で、基準となる原子配置を決めるわけです。ダイヤモンド構造の場合、1、2、3、4、5、6、7、8個分の、元素の位置を決めてやると。まあ、そういうふうにその3段階、データを入力することによって、ダイヤモンド構造っていうのを作り出すことが、できるわけですね。まあ、というわけで、まあ、これ、その、要は結晶構造の定義の仕方の、まあ、紹介が延々と、まあ、続いていることになる、なってるんですけど、まあ、ともかく、その、今ここでは4種類紹介したんですね。話戻ると、最初、8の巣、六角形の8の巣格子っていうのを紹介して、次に BCC と FCC、で、最後にダイヤモンド構造を紹介したという感じになります。で、その次のページがどういうこと書いてありますかね。102ページは、ダイヤモンド構造の例がいくつか紹介してますね。で、まあ、有名どころは炭素なんですけど、炭素、すすっていうのは、こういうふうに、ダイヤモンド構造を取ると、まあ、ダイヤモンドって宝石になると。
で、まあ、同じ構造を持つのはこれだけじゃなくて、有名どころはシリコンだとかゲルマニウムが、有名です。シリコンもこれ半導体で、として有名な素材なんですけど、同じようにダイヤモンド構造をとっていると。で、ゲルマニウムも同じようにダイヤモンド構造である。で、それぞれ同じ共通点があって、周期律表でいうところの炭素の一つ下がシリコンなんですよ。で、その下の列がゲルマニウム。さらにその下の列が SN、これスズなんですけど、いう感じで、周期律表は同じ列の元素がその同じ特徴を持っていると、まあいう、まあ、そういうポリシーで作ってあるんですけど、まあ、そういう事情で、まあ、その炭素の列は、まあ、ダイヤモンド構造を取る特徴があるという、まあ、ことになります。で、さらにちょっと話を進めたいんですけど、六方細密構造なるものの、話に、入っていきます。102ページの真ん中辺からですね。ブラベー公式ではないが、六方細密構造は、耐震立方や免震立方ブラベー公式と並んで重要である。というのも、約30個の元素が六方細密構造に結晶化するからである。まあ、一個図で、表の4.4に、同じ構造を持つ元素がいくつか紹介されてて、まあ、大量にあるなっていうのが、まあ、わかるかなと思います。で、文章に戻りますと、HCP っていうのが、ヘキソガナルクローズパクトっていうのが、六方細密構造の略称なんですけど、HCP の骨組みとなる、格子は、六方ブラベー格子である。で、このブラベー格子は二次元三角格子を真上に徐々に積み上げることによって作られる。積み重ねの方向を、C 軸と呼ぶことにする。3つの基本ベクトルは、4.9 式で書くことができるというふうに書いてます。で、この、基本となるブラベー格子の図が、図の4.19にあるんですけど、基準となるのが、A1 が AX ベクトル。A1 をどっち方向にするかな。まあ、なるべく本に合わせますか。例えば、こっち方向を A1 とするか。で、A2 っていうのを、2分の AX 足すことの2分のルート 3AY だから、まあ、奥行き方向に例えば A2 ベクトルがあるとするか。で、2つのベクトルのなす角が、おそらく60度なんですね。ここが60度になってますね。で、縦方向が A3 イコール C なので、2つのベクトルに垂直に、こことここが垂直なんですね。こことここが垂直で、A3 ベクトルっていうのがあると。で、この3つのベクトルを使って、組んだ格子を、六方ブラベー格子と呼んでるんだと思います。すなわち、原点と2つのベクトルが、作る、ところに格子点がこう存在すると。だからその基準となる格子を図示すると、まただんだん絵がごちゃごちゃしてきますけど、こんな感じかな。ちょっと図は歪んでますけど、フリーハンドなんでちょっと許してほしいんですけど、こういう感じで、立体の頂点に原子があると。で、これが多分永遠とつながってるんですよね。A2 方向と A1 方向と A3 方向にこう、ずっと配置されてると。いうふうな、イメージで、その結晶が並んでるわけですよ。で、例えば、こうなるのかな？こんな感じかな？
書けば書くほどハマりそうな気がするんですけど、ちょっと失敗を恐れずに書いていくと、こういう感じでその立体の頂点に原子が配置されてて、立体がこう周期的にこう並んでいると。で、今その横方向だけ書きましたけど、縦方向も同様に並んでいますよ、いうのが、これがその六方ブラーベイ公式ってやつなわけですね。で、これでその、4.9 式のまあ紹介をしたわけです。で、この図を見ながらちょっと本に戻るとですね、何ページだ、102ページの、真ん中辺から HCP の骨組みとなる公式はというところから読んでいますか。 HCP の骨組みとなる公式は六方ブラベイ公式である。このブラベイ公式は二次元三角公式を真上に次々と積み上げることによって作られる。積み重ねの方向を C 軸と呼ぶことにする。3つの基本ベクトルは 4.9 式である。4.9 の最初の2個のベクトルが XY 平面内で三角公式を生み出す。最後のベクトルを用いて三角公式をその真上に C だけ動かして積み上げていく。つまりその A1 と A2 が作る公式が三角公式で、でもってその上に真上に C だけ平行移動させて積み上げていきますっていう話ですね。で、ここまでが六方ブラベイ公式の説明なんですけど、その次の段落からが六方細密構造というところです。六方細密構造は2個の 六方ブラベイ公式が A1÷√3、A2÷√3、A3÷2 だけ変異したところに重なりある2個の六方ブラベイ公式からできている図の 4.20 と書いてあります。まあ、図で説明するとまだちょっと書きにくいところであるんですけど、ここの立体の真ん中に原子がありますよ。ちょっと色変えますかね。この部分ですかね。ここにその結晶がまあ存在するというふうな、まあ、そういう意味合いです。で、これをですね、また数式で書いてみます。まず、ブラベイ公六方ブラベイ公式の単位ベクトルが A1 っていうのが、AX か。AX、こっち方向を X 方向としてるんですね。こっち方向、まあ、例えば X 方向としていると。A2 が AX ベクトル、2分のか。2分の AX ベクトル足すことの2分のルート3 AY ベクトルと。すなわちその、Y 軸からちょっと傾けて、X 軸となす角が60度になる方向に A2 を作りました。で、次に A3 が Z 方向に、公式点を組んだと。これがここの点に相当するんですかね。まあ、これがそのブラベイ公式の単位ベクトルなんですけど、それ足すことの、座標、その原子がある座標を2つ定義してるんですよ。すなわち、その0の位置と、0の位置、ここですね、原点の位置と赤丸の位置、赤丸の位置が、この本によると、3分の A1。本当か ?3 分の A1 足すことの3分の A2
足すことの ルートか、違うの、3分の h 足す3、ルートじゃないよね。3分のでいいんだよね。で次に、2分の a3 か。2分の a3 の位置に、原子を配置したと。ちょっと絵がだんだんごちゃごちゃしてきましたけど、混乱しないようにちょっと赤で描くと、ここの0の位置がこれに相当するんですよ。これがここに相当して、で、この元素の位置が、まあちょっとすぐには分かんないけど、ここに相当すると思うんですよね。つまり、その原子の配置が2個あると。2個あると。まあ、すなわち、2個の座標、2個の座標と足すことの、六方ブラベーコーして、原子の配置を表現をしていますよ、いうことを、まあ、言ってるわけですね。それで、その原子、構造の説明が次に書いてます。102ページの下から2行目からですかね。このように呼ぶのは、合体球をできるだけ密になるように積み上げて得られる構造が、六方細密構造になるからである。弾丸を積み上げることを考えよう。図の 4.21。まず第一層として細密三角格子ができる。第一層の三角形の中心のくぼみに一つ置きに弾丸を並べると、第一層とは少しずれた第二層の三角格子が選べる。さらに第二層のくぼみに一つ置きに弾丸を並べると第三層が得られる。ただし第三層の弾丸は第一層の弾丸の真上に並ぶようにすると。言ってること分かりますかね。まあ、図の 4.21 の、まあ、説明なんですけど、今そのホワイトボードに僕が手書きで書いた六方ブラベー格子っていうのは格子点でその点で原子の位置を組みましたけど、原子もある程度半径を持ってるわけですね。原子半径を持ってるんです。まあなので原子を並べて、なるべく密集するように、整然と並べようとすると、まあ、どうしても隙間ができますよね。原子が球体だとしたならば、まん丸い形だとしたら、隙間がどうしてもできる。で、隙間なく何とかして埋めたい。で、二次元空間の場合、どういう形になるかっていうと、おそらくこう正三角形の集合体にするのが一番隙間がなく並ぶんですよ。このベクトルが例えば、六方ブラベー格子の A 位置としたならば、このベクトルが A2 ベクトルと書けると。で、この、原子を、まあ、正三角形の頂点だとするならば、ここの角度がちょうど60度になりますよね。ということで、まあ、隙間なく並べようとすると、こういう感じで、その正三角形の集合体になるわけですね。で、さらに上方向に積もうとすると、密集して積むためには、その一つの原子の真上に原子を積むんじゃなくて、この隙間のへこんだところ、3つの正三角形のちょうど重心の位置か、重心の位置かな。重心の位置に球体を置いてやると、その方がこう隙間なく埋められると思うんですよ。で、そのように埋めた、ちょうどその位置っていうのが、ここに対応するんですね。ここの、真上の位置に対応すると。上から見るとこうで、で、横から見ると、ちょっと絵がごちゃごちゃして大変なことになるから、まあ、ここではあんまり書かないようにしますけど、横から見た図っていうのが図の 4.21 のいうふうな形になってですね。あ、これも横から見てるんじゃないのか。その図の 4.21 も、
真上から積んだ様子を見てるんですね。一番下の層が正三角形の形をとってて、で2層目、1層目のさらに上に積んだのもなんか正三角形っぽい形になってますけど、その原子がある2層目の原子がある場所っていうのが1層目の原子のが作る正三角形のちょうど重心の位置に対応しているということになってると思うんですよ。でこういうふうに隙間なく埋めてやると、このセクションのタイトルの六方細密構造の形になりますよというふうな、ことが、紹介されているというわけです。それで、ちょっと本の、本文に、戻りますね。今図の 4.21、104ページの図の 4.21 の説明をして、で次に105ページのところに、行きますと、まださらに進んだらこうなりますよって書いてありますね。さらに第4層を第2層の真上に並べると。あ、もうその、この本の本部の中では4層目まで積んだんですね。この、並べた、原子の、並びを 4層分並べました。で、これを繰り返すと。まあ、どこまでも積んで、いきますっていう話ですね。で、このようにして得られた光子は、光子定数との間に特別な、関係、C イコール8分3ルート8分の 3A イコール何とかであるというふうなことが書いてあります。まあ、これは、その、六方細密構造の A と C、要はその横方向の、まあ、ちょっとホワイトボードでいうところの、A1 ベクトルと A2 ベクトルのこの長さが多分 A なんですね。これが長さが A で、ここの長さが A なんですよ。で、で、ここの A3 の長さが C なんですね。あ、そうそうか、A3 ベクトルは CZ ですからね。なんで、こういう長さを持ってるわけです。A と C の長さの関係っていうのが4点重式になっているということが、まあ言えるわけですね。まあこれ何を計算したのかっていうと、原子を隙間なくこう並べた時の、長さの比を計算してるんです。すなわち、その、こことここか。ここの長さが、長さが A で、で、A2 ベクトルの長さも A だと。そうすると、ここから、原子半径が計算できるんですよ。原子半径を R とすると、この一個一個の球体のここの長さが R ですから、A イコール 2R というふうに計算ができるんですね。で、次に、上方向に、じゃあその原子を積んだら、その高さがどうなるのかなっていうのが、また計算ができるはずなんですよね。真上に積んでやると。いう過程で、積んだ高さがどれぐらいなのかなっていうのをちょっと計算をしてみると、高さが隙間なく積んだ場合の高さが計算できるはずなんですよね。この本でいうところの問題5を見よと、この本には書いてますね。A と同様に、R を使って表すことができる。いろいろ表して計算をすると、二次元の結晶構造を2層分積むと高さになると思うので、C イコール 2× 高さになると思うんですよ。で、これはいろいろ計算すると、最終的に、ルート3分の 8A になると。で、これが4点重式ですかね。4点重式になっていると思うんですけど、こういう感じで表すことが、できるということになります。
で、これの計算例っていうのがどっかに書いてあるんじゃないですかね。まあ、というのは、ちょっと前のページに戻っていただいてですね、103ページに六方細密構造となる元素っていうのがいくつか紹介してますよね。で、A と C、それぞれの、公式定数、底辺の長さと、縦方向の高さの値っていうのが実験データかなんかが紹介されています。で、BE っていうのがベリリウム。ベリリウムの A 分の C の値が1.56。で、CD がカドミウムが、今表の4.4見てるんですよね。表の4.4によるところに、よると、CD の A 分の C が1.89ですかね。で、CE っていうのがセリウム。セリウムが1.63。まあ、いう感じで、六方細密構造を取る元素、すべてにおいて、大体近い値取ってるの分かりますかね？ 1.5 後半から、大きくても1.9までですかね。まあ、いう感じで、大体、まあ、似たような値になってると。まあ、それはどうしてかっていうと、その物質が、結晶、光子を組むときに、できるだけ隙間がないように積みたがるんですよ。なので、隙間がないように積もうとすると、結果的に、ルート3分の 8a の高さを大体持つようになるんです。だから同じぐらいの値を取っているということが言えるわけです。で、まあ、これです。まあ、その六方細密構造の説明したことにしていいですかね。まあ、そういうことが多分書いてあるんじゃないですかね、この本にも。まあ、ちょっと読んでみますかね。その105ページに戻って、その4.10の下の方ですかね。しかし、六方細密構造の対称性は、A 分の C の比の値がいくらかということには無関係である。だから、六方細密構造というのを、このような構造だけに限定する必要はない。A 分の C がルート3分の8という値のとき、理想的と、その構造を呼ぶ場合がある。A 分の C として理想的な値を持つ本当の細密構造は理想的 HCP 構造と呼ばれている。しかし、HCP 構造を取る結晶の繰り返し単位が現実には5対9でないから、A 分の C の値が理想的になる理由はない。表の4.4を見ようと。その理想的には、まあ、1.63。ルート3分の8になってる。まあ、だから、だいたい近い値を取ってるっていうのは、今僕が説明した通りなんですけど、でも、その、必ずしも原子が球体の形をしてるとは限らないので、まあ、それによるズレっていうのが出てるわけですよ。まあ、だから、表の4.4っていうのは、まあ、だいたい近いけども、原子によってちょっとずつ違いますよ、ことになるわけですね。で、次行きますかね。次の段落。ダイヤモンド構造と同じく、HCP 光子はブラベー光子ではないことに注意しよう。というのは、C 軸に沿ってみると、ある光子点の周りの配光関係が相互とに変化しているから、うんぬんと書いてありますけど、これは要するに、ホワイトボードで、いうところの、六方細密構造の絵を描きましたね。で、原子が、2個あるわけですよ。つまり、その黒丸の原子と、ホワイトボードでいうところの、青か。青い原子と赤い原子、いう感じで、座標をこう2種類設定してるわけですね。2種類の原子のペアだとすると、六方細密構造はブラベー光子だと、まあ、いうことができるんですけど、1種類の原子だけで、六方細密構造っていうのを表すことができないので、だから、まあ、ブラベー光子ではないと、まあ、いうふうに言うわけですね。まあ、その無理やりブラベー光子にするために、その原子のペアを、まあ、考慮する場合がよくあるので、今ここでは、その、定義の仕方を紹介したというわけです。それで、結構時間経ちましたね。もうちょっといきますかね。僕、今日でこの4章終わりたいんですよね。あとは、流し読みして、なんとなく済ませたい気分が。
次が、他の細密講師の紹介っていうことになってますね。で、一般に、まあ、今言った通り、その物質が結晶講師を組むときっていうのは、できるだけ隙間がないように組みたがるんですよ。で、その代表的な例が六方細密講師なんですけど、他にも隙間なく埋めようとする方法がありますよっていう、まあ、そういう話です。で、まあ、なんか読んでるとすごい時間がかかるので、途中端折りながらちょっと見ていきますけど、まあ、最初ぐらい読んでみますかね。105ページの真ん中辺、他の細密講師で、ここから先読んでみますね。合体球をできるだけ密に並べる場合、HCP 構造に並べるのが唯一の方法ではない。最初の2つの層を HCP 構造と同じように並べる。しかし、第3層を上の場合とは異なる第2層のくぼみに並べる。つまり、第1層と第2層の両方に使われていない隙間の上に並べる。図の 4.21 を見よう。六方の話ですね。第4層、第1層の弾丸の真上の第3層のくぼみに並べる。第5層、第2層のくぼみに並べる。これを繰り返す。このようにしてブラベー格子を作ることができる。このブラベー格子は迷信立方格子に他ならないことがわかる。要はなんか違う積み方を、まあ、やってみましょうよって話ですかね。で、まあ、いろいろ書いてありますけど、まあ、これを表した図がこの本にもあって、それが図の 4.23 ですかね。図の 4.23 は迷信立方格子なんですけれども、さっき、まあ、僕がホワイトボードに書いたやつは、格子点で迷信立方格子を表しましたけど、まあ、これも、原子が球体であると、球体の集合であると考えると、球体で、まあ、結晶格子で組んでみると、本の106ページの図の 4.23 みたいに、なるんですよね。で、これもそのできるだけ隙間がないように、まあ、積んだ、まあ、一例で、まあ、最下層に、結晶をその迷信で、組んでいると。で、その次に、それぞれの頂点に組んでいると。一番下は、頂点、正方形の頂点か。正方形の頂点に原子があって、真ん中に原子がある。まあ、だから、原子に半径がある前提で書いてあると、こういう感じで、ちょっと絵が雑になりましたね。こんな感じで、結晶がその下にこう並んでいると。いう形になる。ここちょっと絵が悪いんで、もうちょっとちゃんと描くと。真上から見ると、こう並んでるんですよ。こんな感じですかね。こういう感じで並んでると。で、さらに、こっから先、上に結晶を積むときに、色変えた方が分かりやすいかな。こういうふうに結晶を組むんです。こういうふうに、1層目の真下の、原子からちょっとずらして、まあ、原子を並べると、比較的隙間がなく埋められると思うんですよ。これが2層目。これが2層目で、で、青いところが1層。なんか、層の字がごちゃごちゃしてますけど、こんな感じで2層目を並べると。次に3層目も色変えてみますかね。3層目も変えてみると、3層目は2層からちょっとずらすので、まあ、1層と同じ位置がいいですかね。1層と同じ位置で、こういう感じで、
積んであると。これで伝わってますかね。これが酸素ね。いう感じで、原子を上に積むときに、ちょっとずつずらして積んでいくと、より密集して密に積むことができますよ。で、まあ、そういう構造が迷信立方格子なんですよっていうのが、この105ページから106ページまでの、話に、なります。で、それの典型的な例っていうのが、塩化ナトリウム構造なんですかね。なんでこれが、迷信立方格子なのかなっていうと、塩化ナトリウムの場合、単原子じゃなくて、二原子分子ですよね。ナトリウムがプラスのイオンで、Cl が塩素がマイナスのイオンなんですね。まあ、だから、原子半径は、例えば、塩化物イオンの方が大きいことにしますか。そうすると、それを結晶構造の図示すると、こんな感じになります。塩化ナトリウム迷信立方格子なんですけど、まずその塩化物イオン基準で書きますかね。塩化物イオンが、頂点の位置にあると。塩化物イオンそのものが、塩化物イオンが、まあ、大きめの原子で、まあ、例えば頂点にあったとしますね。これが Cl-。で、ナトリウムは結晶化するとどこにあるかというと、まあ、これも話せば長くなるんですけど、イメージとしては、ここの隙間に入るような感じですかね。で、これをさらに、ここからさらに結晶を積むときに、どうなるかというと、隙間を埋めるように積むんですよね。だから、塩化物イオンはここか。ここに塩化物イオンが入って、で、ナトリウムイオンが、なんかちょっと絵がごちゃごちゃしてますけど、要はその2層目が赤いところで、で、1層目が青いところか。で、その 3層目を同じように積んでやると、上と同じ体で書いてやると、要はその2層目からさらにずれて1層に戻ると思うんですけど、こういう感じになると。塩化物イオンがやっぱりでかくて、ナトリウムイオンが、小さくなるんですかね。こういう感じかですね。で、まあ、塩化ナトリウムっていうのはこういう構造をしてて、それを、本で表した図が、本に戻ると107ページの、図の 4.24 の形を取っているわけです。まあ、見ての通り、その黒丸と白丸が互い違いになってるんですけど、まあ、そのどっちかがでかくて、イオン結合の場合、どっちかがでかくて、どっちかがちっちゃいようなイメージで考えてもらえればと思うんですけど、まあ、こういう構造をとっていますよ。で、そんな構造をとっている物質の化合物の例として、表の 4.5 みたいに、いろんな物質の、まあ、結晶構造っていうのが、こう指定数も含めて、紹介されています。まあ、これがいわゆる塩化ナトリウム構造、です。で、まあ、重要なところは、まあ、2つの原子で、まあ構成されているので、塩化物イオンの座標とナトリウムイオンの座標をそれぞれ定義することによって初めて物質の構造を書くことができるというわけですね。で、まあ、同様な感じで、まあ、いろんな結晶の例がこの本には紹介されてるんですけど、その次のページが、塩化セシウム構造。さっきとの違いは結晶構造ですね。つまりその塩化ナトリウムは、BCC の FCC か FCC の構造をとってるんですよ。塩化ナトリウムは、FCC の構造をとってるんです。で、塩化セシウム構造は同様な、まあ、感じで考えると、まあ、
結晶構造が隙間なく、結晶が隙間なく積まれようとしているっていうのは一緒なんですけど、BCC の形をとっていると。1層目がこうかな。これも多分、イオン結合なので、これが CL か。頂点に CL があるとすると。で、耐震立方格子なので、2層目は真上に積んだところにあるんですよね。だから真上にここに CL があると。で、さらに上の層が、3層目がまた元に戻ってこの位置に CL が来ると。またさっきと同様で、青が1層目で、赤が2層目で、黒が3層目だと思ってもらえればと思うんですけど、まあ、こういう、まあ、構造を、取っているわけですね。で、こうでいいのかな？この本そういうふうに書いてるかな？耐震の位置に別のイオンがあるって書いてます？ちょっと本文読んでみると108ページですね。塩化セシウム構造は、耐震立方格子の格子点に置かれた同数のセシウムイオンと塩素イオンから、なっていると。で、図の 4.25 の説明は、ちょっと読んでみると、2種類のイオンのうち一方のイオンが黒い玉で、他方のイオンが白い玉。で、黒い玉と白い玉は互いに重なり合う、単純立方格子を示しているなので、ちょっと書いてること違いますね。赤丸の位置が、CL じゃなくて CS ですね。ここに CS が入って、ここに CS が入って、で、1層目が CL で、2層目が CS で、3層目がまた、CL と。そういう構造ですね。こういう感じで、結晶を隙間なく埋めようとするっていうふうな、例もあります。で、その例が、表の 4.6 ですね。CSCL だとか CSBR っていうふうな、結晶も、まあ、ありますよってことです。で、この本では最後に線亜鉛構造っていうのも紹介してて、109ページですね。109ページに線亜鉛構造っていうのも紹介してて、ダイヤモンド構造の格子点に置かれた同数鉛イオンと イオンからなっているというふうな感じで、まあ、いろいろ紹介してあって、その結晶の例がいろいろ書いてありますね。で、この結晶構造に関しても、詳細はこの本には書いてないのかな。図の 4.18 はダイヤモンド構造ですよね。で、ダイヤモンド構造の特殊な例としてこういうのがありますよ。で、まあ、いうことですね。で、最後に、109ページ、最後の段落、最後のセクションを見てみると、結晶格子の性質について、まあ、求めてるんですね。もうそろそろいい時間なんで、これを読んで今日終わりにしようかなと思います。で、この章では、実際の物理空間内で、結晶格子の偏振対称性をどのように記述するかに注目してきた。周期配列については別に注目すべきに2つの点があり、以下の章で取り扱うことにしよう。つまり5章では実際の空間ではなく、いわゆる逆格子空間内で、偏振対称性がどのように記述されるかを調べ、また7章では結晶格子の持つ回転対称の性質を述べると。まあ、一方で、なんかまとめ的な、ことが、書いてありますけど、ともかく今日は、まあ、いろんな結晶構造の例を紹介したということに、なるかと思います。